訪日外国人が衝撃を受けた、日本の居酒屋メニューをご存知ですか？実は日本の居酒屋メニューって、海外の人からしたらあっと驚く珍しいものばかりなんだぜ。いや、居酒屋なんて、どこにでもあるじゃない。そんな驚くような要素ないでしょ。そりゃ日本にはいっぱいあるけどな。外国人には信じられないようなメニューやサービスだって、たくさんあるんだぜ。というわけで今回は、訪日外国人が仰天した日本の居酒屋メニューを、8つ紹介するぜ。視聴者の皆さんも、自分が好きな居酒屋メニューをコメントに書いて盛り上がってくれたら嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。まず一つ目が焼き鳥だぜ。え？びっくりするくらいの定番ね。うん。私も最初は、海外の人が焼き鳥を頼んだら、七面鳥でも出てくるのかと思ったぜ。発想が斜め上すぎるわ。でもなんで、海外の人は七面鳥でもない、普通の焼き鳥に驚いてるのかしら？よくぞ聞いてくれました。理由を説明する前に、霊夢が好きな焼き鳥の部位を教えてくれ。もったいぶるわね。軟骨かしらね。あのコリコリ食感がたまんないのよね。まさにそれだ。え？どういうこと？軟骨がびっくりの正体？まさに、海外だと、皮や軟骨を食べるって考えのある国自体が少なくて、ニュージーランドなんかじゃ軟骨や皮はゴミ扱いなんだぜ。へえ、そうなのね。まあ、冷静に考えると骨とか皮まで、余すとこなく美味しく食べてるって、すごいことに思えるわね。うん。それに同じ料理で、いろいろな部位を楽しめる料理ってこと自体が珍しいんだぜ。つくねなんかも海外の人には大人気で、衝撃的な焼き鳥串の一つなんだぜ。ええ？鶏肉のハンバーグとかミートボールみたいなもんじゃない。まあ確かに。でも、つくねには恋人がいるだろ。ああ、卵？恋人っていうか親子なんじゃ。急に現実的だな。まあ、正解だぜ。誰だけでもうまいのに、生卵をつけるっていう衝撃的な味変には、心奪われた訪日外国人がたくさんいるんだ。なるほどね。確かに、あの独特な甘いタレと生卵が合わさると、よりマイルドになって美味しいものね。それに加えて、ひき肉料理自体が珍しい国もあるからな。その点でも人気なのさ。ちなみに一番人気の部位は何だと思う？やっぱりそこは、王道の桃じゃないの？個人的には、肝の美味しさを全世界の人に知っててほしいけどね。残念、どっちも上位10位以内には食い込んでるんだが、1位ではないんだ。なんと正解は皮だぜ。へえ、意外ね。食感が独特で苦手な人が多そうなのに。肝が上位に入ってるのも意外だわ。確かにな。でも食べることが好きな人からすれば、食べたことない食感や味ってワクワクするからな。そうね。私も初めてナマコを食べた時は、衝撃だったわ。見た目は気持ち悪いのに美味しいんだもの。いい例えだな。その感覚に似てるかもな。実際皮が人気な理由も食感にあるんだぜ。霊夢は皮の食感はパリパリ派か？それともプニプニ派？ちなみに私は、プニプニ派だぜ。悩ましいけど、カリカリ派かしら。プニプニが食べたい時もあるんだけどね。こんな風に海外の人の反応もカリカリ派とプニプニ派に分かれているんだぜ。いずれにしても、みんなその皮の食感に魅了されてるんだぜ。好みは分かれるものの同じ食材なのに、店によって食感が違うってところも皮の魅力だよな。そうね。でもなんだか当たり前に食べていたものが、他の国の人からしたら未知の食べ物で、さらに評価されているって知るといい気分ね。そうだよな。さあ、霊夢も乗ってきたみたいだし次行くぜ。そうね、お願いします。二つ目はもつ煮込みだぜ。へえ。私はビール党だから大好きなメニューだけど、もつって日本人でも嫌いな人結構いるわよね。そうだな。定番だけど、苦手な人がいないか確認して頼みがちなメニューだよな。ちなみに私ももつ煮込みは苦手だぜ。そうだったの？マリサって味の違いとかわかるのね。何でも食べると思ってたわ。ん？なんかすごいけなされた気がするぜ。まあいいか。味が苦手とかじゃなくて、どこで飲み込めばいいかわからないんだよな。だからずっと噛み続けてしまって、他の料理に手がつけられなくなるんだ。食べるの下手くそかよ。難しいんだって。まあこんな風に日本人の間でも、好き嫌いが分かれるメニューだからこそ、訪日外国人にいい意味でも悪い意味でも、衝撃を呼んでいるんだぜ。そういうことなのね。今回のテーマは、訪日外国人から絶賛されているものだけじゃなくて、否定的な意見の方で注目を浴びているものもあるのね。もつ煮込みを食べたことがない外国人のほとんどは、内臓だと聞いて怖い、気持ち悪いと思うみたいだぜ。なるほどね。でももつ煮込みが大好きな私からすれば、食わず嫌いはもったいないと思うわ。まあ、見た目は良くないけど臭みなんてないし、食感も味も最高だもの。そうだな。霊夢の言う通り、見聞きしただけで嫌悪感を示していた外国人が、実際訪日してもつ煮込みを食べた結果、美味しいと絶賛することは結構あるみたいなんだ。
やっぱり、私のナマコの時と一緒ね。うん。もつ煮込みが好きな外国人は、初めてもつを食べる同郷の友人に、もつが何なのかを深く考えずに食べることが美味しく食べるコツだって言ってるらしいぜ。へえ、まあ確かにこれはこれは超って考えながら食べたくはないわね。でもそこまでして、もつ煮込みを受け入れてくれる姿勢はなんだか嬉しいわね。まあ実際食べてみてもやっぱり、食感が苦手だからもう食べたくないっていう声もあるけどな。それは仕方ないわよね。日本人も同じよね。そうだな。一方でもつ煮込みが好きな外国人は、そのプリプリの食感や、イメージと違う臭みのない味に感動するらしいぜ。そうなのね。なんだか嬉しいわ。でも否定的な意見があることも理解できるわ。もともと食べる習慣がないものを食べるって、勇気がいるしね。私だって昆虫食がどれだけ美味しいか力説されても、食べてみたいとはならないもの。私も同感だ。でも日本人がもつを食べ始めたのも、つい最近なんだぜ。え？そうだったの？そうだな。時代的には大正時代頃の話なんだが、スタミナ料理としてもつが注目されるようになったのさ。ホルモン焼きとかもつ鍋とか美味しいものね。ただそうして確立される以前、もつごと内臓はそのまんま捨てられていたんだぜ。いやもったいなさすぎだろ。そんな不遇の時代が続いたわけだが、転機となったのは戦争だ。戦後の食べ物に困っていた時代、手軽で安価に栄養が取れるものとして、もつを使った料理が次々と生まれたんだぜ。そんな歴史背景があっただなんて、知らなかったわ。もつ煮込みは日本人の知恵と工夫の詰まった料理だったのね。そうだな。それが今じゃ日本のソウルフードみたいになってるんだからすごいよな。さて続いて三つ目は唐揚げだぜ。お、もつ煮込みとは打って変わって、嫌いな人なんかいないんじゃない？ってメニューが来たわね。うんうん。唐揚げのない居酒屋なんて、ナルトのないラーメンみたいなもんだよな。いや、ナルトの乗ってないラーメンはたくさんあるから。そうか。じゃあ、お酒のない居酒屋。わかりやすくなったわ。そんなことはさておき、唐揚げのどういうところが、訪日外国人に衝撃を与えてるのかしら？唐揚げは確かに美味しいし、定番だけど海外にはフライドチキンがあるし、そんな驚くようなメニューには思えないわ。確かにそうだな。各国に唐揚げに似たような揚げ物は存在するから、そんなに目新しさのあるものだとは感じないよな。だけど、日本人がフライドチキンと、唐揚げは別物だと認識しているように、海外の人からしてもその味付けは、日本でしか味わえないものとして十分目新しいものなんだぜ。まあ、そう言われたらそうね。あ、でも竜田揚げと唐揚げの違いは未だによくわからないわ。そうだな。その二つの違いってのは曖昧なんだ。一応唐揚げは、ニンニクや生姜で下味をつけた食材に、小麦粉や片栗粉をつけて揚げる料理。竜田揚げは下味をつけて、片栗粉で揚げる料理だと定義づけられているんだ。片栗粉は臭みを消してくれるから、匂いの強い食材や癖のある食材に向いている調理法だぜ。へえ、そうだったのね。エビの臭み消しに片栗粉使ったりするものね。でも、ほとんど違いがないように感じるわ。それに唐揚げって小麦粉で作れるのね。家で作るときは片栗粉を使ってたから、びっくりしたわ。うん。大きな違いは確かにないよな。へえ、やっぱり家庭によって違うんだな。私の家は小麦粉だったから、片栗粉を使うことにびっくりしたぜ。でも一般的に揚げは、小麦粉で作るものだって意見が多いらしいぜ。現在は日本唐揚げ協会が、片栗粉で作ったものも唐揚げだと認めているみたいだけどな。私の家は少数派だったのね、知らなかったわ。じゃあ日本唐揚げ協会が認めるまでは、私が家で食べてたのは竜田揚げだったのね。まあ、竜田揚げの下味はどんなものを使うか決まっていないから、厳密に考えればそうなるよな。でも、店や家庭によって味や食感が違うってのもまた、唐揚げの魅力よね。私もそう思うぜ。ちなみに唐揚げは、海外の中でも特にアジアの人々から絶大な人気を得ていて、追加注文してしまうくらい大好きだという声もあるんだ。へえ、そうなのね。同じアジアだから、味覚が似ているのかもしれないわね。台湾だとジーパイっていう、唐揚げに似た揚げ物もあるものね。そうだな、韓国のフライドチキンもサックサクで美味しいしな。こんな風に似ている料理はあるが、醤油やニンニク生姜で味付けしたジューシーな味わいの唐揚げは、日本特有のものなんだ。さらにどこで食べても美味しいという点も人気の理由で、コンビニの唐揚げのクオリティに、訪日外国人は仰天してるんだぜ。確かに、唐揚げくんとか値引きしてたら、飛びついちゃうもの。唐揚げって冷め切ってない限り、まずいなんてことほとんどないしね。そうだな。日本人が愛する唐揚げはシンプルだからこそ、万人受けするのかもしれないな。さて続いて、四つ目を紹介するぞ。四つ目はお刺身だ。なるほどね。日本といえばってメニューでもあるわね。でもこれは賛否両論ありそうね。私は大好きだけど、その通り、お刺身はなんと、
海外の人が嫌いな居酒屋メニュー1位なんだ。ええ、賛否両論あるだろうなとは思ったけど、一番嫌われてるの？確かに生魚を食べる習慣がある国は、ほとんどないと聞くけど。そうなんだ。生魚を食べるなんて信じられないって国がほとんどだから、それが普通に出てくる日本の居酒屋に、訪日外国人はギョヨヨってなってるんだぜ。いや、魚くんになってるから。まあ、でもそれくらい海外の人からして、生魚を食べる文化はありえないのね。そういうことだな。タコなんてアメリカじゃデビルフィッシュって言われてるくらいだしな。え？悪魔の魚？確かにそんな名前ついてたら、食べたくないわね。そうだろう。これには宗教が関係していて、ヒレや鱗のないものは全て悪魔の魚で食べてはいけない。という教えがあるらしいぜ。そうなのね。確かに見た目は悪魔っぽいものね。じゃあ、タコを食べない外国人は、宗教の教えを忠実に守ってるってことなのね。私日本人でよかったわ。タコもイカもカニも大好きだから、食べられない生活なんて考えられないわ。まあ、鱗とヒレがある魚も刺身としては、嫌われてるんだけどな。それって生臭いからかしら？新鮮なものならどうかしら？生魚が嫌いな人って日本人にもいるけど、新鮮なものを食べると美味しいと思う人もいるわよね。私も海が生臭くて嫌いだったんだけど、北海道で海を食べて、海の美味しさに気づいたもの。確かに、でも海外の人の意見の中には、どれだけ新鮮でも生臭く感じてしまうって意見があったぜ。そうなのね。残念だけど、食べ慣れてる私たちがわからない風味があるのかもしれないわね。あ、でもお寿司は人気よね。そうなんだよ。すっごく不思議なんだが、刺身が嫌いだと答えた外国人の中に、お寿司は好きっていう意見が結構あったんだ。へ、不思議ね。酢飯で生臭さが和らいだり、味に締まりが出て美味しく感じるのかしら？どっちも好きな私たちが理解するのは難しいよな。そうね。見た目に抵抗のある外国人からしたら、池作りなんてもっとありえないかもね。頼んだら気絶しちゃうんじゃない？そうだな。海外の人をもてなすときは気をつけないといけないな。さて、続いて5つ目はたこ焼きだぜ。おお、確かに、海外にたこ焼きに似たメニューはなさそうだわ。居酒屋メニューってイメージは正直あんまりないけど、あのトロフは食感と、ソース味が海外の人に受けそうね。でも待って。悪魔の魚が入ってるから、刺身と同じようにそんなもの食べるなんて信じられないという意味で、衝撃を与えてる可能性もあるわね。5つ目ともなると察しが良くなってきたな。どちらも正解だぜ。海外の人にこんな美味しいものがあるんだなという衝撃を与える一方で、タコが入っているから気持ち悪くて絶対食べたくないという意見もあるんだ。やっぱりそうなのね。でも嫌いという意見だけじゃなく、好きだという意見もあるのね。そうなんだ。むしろ好きだと答えた外国人の中には、もう一度たこ焼きが食べたくて、自国で何とかして作れないか、似た材料を探し回って作った人もいるくらいなんだぜ。そこまで海外の人からすると、それくらい衝撃的な味なのね。外はカリッとしているのに、中はトロトロで、プリプリのタコが入っている食感の三重奏が、一度食べると忘れられないみたいだぜ。それ、わかるわ。やけどするってわかってるのに、中のトロトロ具合を堪能したくて、毎回熱々を頬張っちゃうのよね。ソースの味も美味しいと大人気なんだが、海外には日本のソースはほとんど売ってないから、海外の人からすると、日本でしか味わえない貴重な味なんだぜ。へえ、そうなのね。私は、ソースマヨも好きだけど、明太マヨとかネギポンも好きだわ。そうだな。私も王道は外せないが、ネギマヨポン酢も好きだな。海外の人にもいろんな味を試してみてほしいよな。ちなみに、台湾では、たこ焼きのお店がチェーン展開してるくらい人気なんだぜ。タイやフランスにもあって、それぞれの国で具材を変えてアレンジしてるみたいだ。へぇ、台湾やタイはアジアだから、たこ焼き屋があっても馴染みそうだけど、フランスにたこ焼き屋があると思うと、なんだか不思議だわ。確かにな。私は海外のたこ焼きがどんな味なのか食べてみたいぜ。さあどんどん行くぞ、6つ目に紹介するのは枝豆だぜ。いいわね。スピードメニューだからとりあえず頼むのにちょうどいいし、お腹いっぱいだけど、つまみが欲しい時にもぴったりなのよね。そうだよな、私は枝豆の早食い得意だぜ。いや、ゆっくり食べろよ。で、日本人にはスピードメニューとして人気だけど、海外の人からの反応はどっちなの？それがなんと、枝豆は枝豆として海外進出するほど人気で、その人気は、寿司や天ぷらに並ぶと言われているんだぜ。そんなに？割とシンプルで地味なメニューなのにすごいわね。枝豆はヘルシーなのにビールに合うだろ？そうね。そこが人気の理由なんだぜ。日本食がブームになったのも、ヘルシーで美味しいからだものね。そうそう、海外でもヘルシー志向な人が増えてきて、揚げ物にビールよりも、枝豆にビールを好む人が増えてきてるんだ。
枝豆は栄養があって、美味しくて、お酒にも合う最高な食べ物として大人気なんだぜ。それにベジタリアンの人も食べられるおつまみだから、余計に人気なんだぜ。確かに、ベジタリアンの人が食べられるものの中で、お酒に合うおつまみって少なそうだものね。でも日本じゃ枝豆はあって当たり前だけど、あくまでサブ的ポジションだから、海外でそんな神ポジションなことが驚きだわ。そうだな。おつまみとして人気なだけじゃなく、野菜の苦手な子供でも食べやすく、プチッと出しながら食べるのが楽しいし、可愛いという声もあるんだぜ。国籍も老若男女も問わず人気なのね。うん、世界に羽ばたいてる枝豆様だから、今度からは大事に食べるぜ。そうしてちょうだい。続いて7つ目に紹介するのは山芋だぜ。山芋ってあのネバネバしたトロロのこと？そうだぜ。霊夢は、山芋は海外の人に人気だと思うか？私は好きだけど、納豆とか嫌いな外国人は多いから、嫌いという意見が多いんじゃない？霊夢の予想通り、山芋は賛否両論あって、どちらの意味でも衝撃を呼んでる居酒屋メニューだぜ。海外では、ネバネバしたものを食べる習慣があまりないから、こんなもの食べられないという意見が多く、食べる前は抵抗を示す人が多いんだぜ。なるほど。ネバネバ文化がないのね。確かに糸を引くって、一般的には腐って起きる現象だから、抵抗を感じるのかもしれないわね。私はネバネバのものを食べると元気になるけど、夏の食欲がない時は、ネバネバ丼食べてるもの。実際ネバネバの成分には色々な働きがあって、その中でもムチンという成分に、スタミナ増強効果があることがわかっているから、気のせいじゃないぜ。それにこんなもの食べられないという意見がある中で、実際食べてみると美味しかったという意見もたくさんあるんだ。もつ煮込みと同じように、見た目と味のギャップで、外国人の舌とハートを射止めたのね。そういうことだな。見た目は受け入れがたいが、食べてみると想像よりはるかに美味しくて、衝撃的だったという意見が結構あるぜ。山芋単体の見た目がダメなら、山芋の鉄板焼きとかなら、受け入れてもらえるかもしれないわね。そうだな。お好み焼きに山芋が入っていると、ふわふわで美味しいし、ネバネバが見た目からわかりづらければ、もっと人気になるかもしれないな。納豆みたいに匂いや癖がない分、食べてしまえば美味しいって声が多いのも納得だわ。さて、最後に紹介する8つ目のメニューはししゃもだぜ。まさか最後がししゃもだとは思わなかったわ。正直私は、居酒屋で絶対頼むメニューではないわ。好きだけどね。私も同意見だ。でも強いて言うなら、ししゃもは子持ちに限るって思ってるけど、海外の人には卵をそのまま食べるなんて残酷って思っていそうね。おっしゃる通り、ししゃもも、やっぱり賛否両論あるメニューだぜ。ただ好きな人の中では熱狂的なファンもいて、居酒屋で必ず頼むという人もいるくらいなんだぜ。ししゃもが海外の人に衝撃を与えている理由は、丸々一匹をそのまま食べる、という発想の斬新さなんだぜ。ししゃもは丸ごと食べるのが普通だから、考えたことなかったわ。確かに丸ごと全部食べられる魚って、少ない気もするわ。その丸々一匹食べる食べ方が、面白いと考える人もいれば、残酷で気持ち悪いと思う人もいるみたいだ。気持ち悪いと思うものを好きになるのは難しいわよね。でも山芋とかと同じで、食べてみたら美味しいって言ってもらえるかもね。最初は気持ち悪いと思っていたけれど、今は一周回って、一番好きな居酒屋メニューと答える人も結構いるぜ。やっぱりそうなのね。やっぱり見た目で判断せずに、食べてみて、美味しいか美味しくないかを決めてほしいわ。そうだな。あと、ししゃもは高タンパク、低脂質な魚で、カルシウムや DHA も豊富っていう魅力もあるんだぜ。そうなのね。確かに丸々一匹食べるんだから、栄養が効率よく取れそうよね。この事実を知ったら、健康志向の外国人から、枝豆と同じくらい人気になるかもしれないわね。ありえるな。ダイエットにも向いてるしな。今日はししゃもにしようかしら。いや、日々の積み重ねが大事だから、さっきアイスとポテチ食べてた霊夢には、意味ないと思うぜ。見てたのね。まあな。さて今回紹介した訪日外国人が仰天した日本の居酒屋メニュー8つはいかがでしたか？日本では普通だと思っているものが、ありえないと驚かれていたり、美味しすぎると感動を与えていることを知れて、すごく面白かったわよね。そうだな。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。